はい、わらしなみおです今日のへちまの味噌炒めはお店で中国では卵と炒めると聞いたので卵とじにもしてみましたでも一応お味噌をおお味噌炒めになってます私はヘチマでもゴーヤでも2センチ以上の厚めに切るのが好きですね豚肉とへちまと油で炒めて 卵とじにしてそうです、ね、お酒ちょっと今日はお酒がなかったんでみりんちょっととお砂糖ちょっととめんつゆ1周して卵とじしてそこにえっ、ー、と,とお砂糖をねじじ込んだだような感じです。す。いただきますあヘチマの効能が調べてみたらすごかったので少し概要欄に貼っておきます。 こんな水分ばっかりに見えるヘチマも、ちゃんと夏野菜として、夏の体、夏バテに最適な栄養素をいろいろ備えているんだなというのを改めて実感しました。私の育った沖縄では、ヘチマとゴーヤをたくさん食べて夏を乗り切っていました。なかなか手に入らないと思いますが、機会があったらぜひ食べてみてください。